はいどうもナビデオでよテキュラリーでございます今日も早速やっていきたいと思いますということでですね今回紹介する画材はですねこちらの無印良品のスケッチブックでございます無印良品にもですねいろんな文房具がですね販売されておりまして僕もですね以前は色鉛筆とかクレヨンとかねご紹介したことがあるんですけども今回はですね、まあ、スケッチブックっていうことで、まあ、僕自身も YouTube 上でですね一番登場する画材のですね1位2位を争うぐらいなんで じゃないかななと思っておりますなぜかというと僕がですね一番自分でもですねまあなんだろう自信があるアートって言われたらですねやっぱりピグマのミリペンを持ってそしてですね丸マ,マンのスケッチブックに絵を描くっていうペン画っていうものをですねよくお届けさせていただくんですけどもそのねペン画って言われるものはですねもう今日からでも始められるんだよねなぜかというとですねペン一本と紙があればですねもう誰でもお家でも始められますし外でも始められるね アートだと僕は思っているので是非ですね今日の動画を見ていただいてですね興味が湧いた方はですね自分ちにあるですねまあコピー用紙でもいいですしメモ帳でもいいですし手帳のねちょっとね端っこにもね絵描いてみたりとかもう好きなようにですね絵を描いていただいてですねその楽しさを知っていただければなと思っておりますそしてですねまあ今回なぜスケッチブックを紹介するかっていう話なんですけどもやっぱり僕自身もですね丸ンのスケッチブックよく使うんですけどもまあもっと上がある じゃ,んじゃないのっていうのをですね僕はずっと探しておりましてまあピグマのミリペンとですねその丸ンのスケッチブックも僕はね相性がめちゃくちゃいいなと思ってるんですけどもそれよりも上がですね僕はあるんじゃないかなと思ってですねもう常日頃探しておりまして今回はですねちょっとね無印良品に行く機会があったのでそこでですねスケッチブックを購入させていただいたっていう流れでございますではねもう早速ですがこちらのね、まあ、スケッチブックね紹介していこうと思うんですけどもまずですねお値段が300 90円っていうことでまあ、とてはすんまままりり変わらななないおお値段なのかなと僕は思っております、まあ、言うてね、マ,ルマンさんのスケッチブックは僕はね、よく A4 サイズね、まあ皆さんも多分ノートとかのサイズでですね、A4 ってね、一番効くまあサイズ名じゃないかなと思うんですけども、今回のですね、こちらのスケッチブックは F1 って書かれてるものでございまして、多分 A4 よりもですね、半分ぐらいちっちゃいね、もうサイズになっております。そう思う と円ってねちょっと高めなのかなと思いますからまあ中身のですね紙の材質がどんなものかっていうのをですねちょっと気になるところでございますし中のですね紙の材質が全然ダメだとかねペンとの相性が全然ダメだったら僕はですねもう今回の紹介でまああの別にねあのいいとこを言うだけではなく悪いとこもですねどんどん言っていくのが僕のですね YouTube のですねまあ一つの特徴でもありますからそこでですね皆さんには判断していただければ嬉しいなと思っております以前ね僕はですねまあ違う ダイソーのスケッッチブック、ね、まあそれもですねまるまんさんの、まあ、会社さんが作ってるスケッチブックなんですけどもそれを紹介したことがありましてそれがですねお値段としては税込み330円なのでまあこっちとお値段はですねまあちょっとどんぐらいだ60円330円とこっちは390円だから60円ぐらいの差なのかそれでですねどっちがいいかっていうのはですね皆さんにお伝えできると思うのでちょっとですね参考程度に思ってくださいじゃあねもう早速なんですけどもまず第一印象としてはですねその 表面っていうんですかねこの表紙部分に関しては、まあ、以前紹介したダイソーのですね○○マルマンさんのスケッチブックよりはですねもう100%もうバッチグーもうめちゃめちゃいいね正直あのね以前紹介したダイソーで販売されてるスケッチブックに関してはもう表紙からですねペラペラだった印象がすごくございましてこっちはですねちゃんと厚紙が使われておりましてもちろんねあの水とかにね濡れるとふにゃふにゃになってしまうっていうねあのデメリットっていうのもありますけどもそう思うと僕が使ってるマ,ルマンさんのね あのスケッチブックに関して言うとあのね表面ツルツルしてるので結構水をはじいてくれたりもするのでまあ、もしね水がまあねあねのテーブルにですね濡れてることってなかなかないと思うんですけどもまあ、飲み物とかコーヒーとか飲む時にですねまあ気づかないうちにね濡れてたりもするんだよねその時にですねまあたまたまですね紙を置いてしまった時ふにゃふにゃになってしまうっていうのがまああんまりねならないんじゃないかなと思っておりますまあ、でも言うて厚紙なのでまあ、水に濡れてねもうどん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 水ね浸食していきますからそこら辺は ですね注意していただければなと思っておりますそしてですねこちらダブルリングでございますね360度開くようになっておりましてこれに関しては結構ねスケッチブックではあるあるなのかなと思いますので全然問題ないかなって思っておりますそしてまあここねリボンがついてるっていうことでこれをですねまあ、取っていけばですねまあ、中身を見ることができるんですけども僕自身ねこのリボンに関してはですね絶対ね僕めんどくさがりなのでもう一回開けたらリボン閉じないんじゃないかなと思いますしねもうこれねあっ もう意外にちゃんとねしっかかかりくっっついてるんですね全然気づかなかったあここでね貼られてるんですねなんかねあの注射の時のハンコのねハンコじゃないわ注射の時のシールみたいな形のですねまああとになっておりますけどもこんな感じなんですねでリボンでまああのいらない時いらない時って使わない時はそのリボンで閉じてあげるって感じだと思いますまあこれちょっと取っていくとですねこのような形になっておりました でまああの綺麗にですね360度ですねここねあのくるってなってくれるのでここがですねまあ、引っかかるねスケッチブックとかねたまにあったりするんですけども、まあ綺麗にですね360度後ろにね回ってくれるのでですねそこは問題ないかなと思いますしあとね紙の材質なんですけども表面とですね裏でですね若干材質が違いますまあ表面表側はですね結構ねザラザラしてる印象はございますまあでもよく僕が使ってるマルマンサインよりはザラザラしてないけどもまあダイソーの のねあの僕は以前紹介したものよりは結構ですねちゃんとしてる紙かなと僕は思いますからまあどうですかねまあこれに関しては正直ねペンでね絵描いてみないとわからない部分があるので後ほどですね皆さんにまあ試し書きさせていただいたらですねまあこのピグマのミリペンで絵を描いていこうかなと思っております今回はですね試し書きはピグマのミリペンはもちろんなんですけども以前紹介したですねジュースアップ4って言われるですね多色ボールペンねこれ結構ね今最近の中では僕はですね日常ずつ 使いしているペンの一つなのでこれでですね若干ねちょっと文字とかあのね僕なりのですね試し書きさせていただければなと思っておりますまあ、裏はツルツルしてる感じなんですけどもまあ、紙のですね材質として皆さんにですねまあ、今ね多分皆さんはきっと手元にねあのこちらのスケッチブックないと思うのでどんなイメージがつくかと言ったらですね多分画用紙をイメージしていただければいいかな画用紙だったら小学生の頃とか学生の頃ってね触った記憶あると思いますし その画用紙って結構皆さんもイメージしやすいんじゃないかなと思いますけども本当にね厚紙まあ厚紙っていうところまでいかないけども画用紙って思っていただければもうあのスケッチブックの材質皆さんにはですねイメージしやすいのかなと僕は思っております今からですねピグマのミリペンとこちらのジュースアップ4をですね使ってちょっと試し書きしていこうと思います是非皆さん最後までお楽しみにでは皆さんと一緒にレッツラ試し書きシュンシュンシュンじゃあねまずはですねジュースアップ4から試し書きしていきたい と思いますせーのよいしょ書きやすい これは正直相性二重丸でございます。皆さんですね、ぜひ無印良品のですね、スケッチブックを使う場合はですね、ジュースアップ4めちゃめちゃいいかもしれない。まあ実際スケッチブックにボールペンを使ってですね、何かをするっていうのはほぼほぼないかもしれないけども、まああるかなまあメモ書きとか使う時とかはね、めちゃめちゃいいかなと思いますし、あとはボールペンがとかですね、結構相性いいんじゃないかなと僕は思っております。まあね、あのジュースアップ4のね、多少 ボールペンねこちらなんですけどもめちゃくちゃねまず書きやすいというかこの元々のですねボールペンの質が最高にいいのでこれに関してはまあ以前動画紹介しているのでねそちらを見ていただければ嬉しいんですけどもこれに関してはですね無印良品のスケッチブックでジュースアップ4をですね紹介したらですねもっと僕のですね印象は変わってたのかなっていうぐらいですねめちゃめちゃ正直褒めさせていただいてよろしいでしょうか無印良品のですねスケッチブック最高でございますねやっぱり390円ということで結構 りかし高いと思うのでまあ、あとはですね、20枚しか入ってないっていう部分に関しては、すぐなくなる印象が僕の中ではあるんですけども、まあ、スケッチブック使うね、まあ,あ、そんなになんだろうですね、もう日常的にスケッチブック使う方からしたらですね、別にその紙のですね、材質ね、こだわる必要はないのかなと思いますから、もっと安いのでもいいと思いますし、むしろですね、ダイソーでもスケッチブックたくさん売っておりますから、そちらでもいいのかなと思いますけども、何かしらですね、ボールペンが とかねですねちょっとねいい紙で描いてみたいっていう方はこのね無印良品のですね、まあ、スケッチブックねめちゃめちゃおすすめかもなって僕は思っておりますめっちゃ最高まずねこのボールペンに関してはですね最高でしたっていうのをお伝えしておきますそして次なんですけどもねこっちが重要なんですよ僕はですねボールペン画よりもやっぱりペン画っていうものねピグマのミリペンで描くことが多いのでこっちにですねちょっと注目させていただこうかなと思うんですけどもまずはですね僕がよく使う0.8の方からですねチェックしてみ みたいいと思いますこれがですねまあ僕の中ではどうなるかっていうのが本当に大切でございますから是非ですね皆さん最後までよろしくお願いします。せーのよいしょ。 わあどうだろうな。正直僕的にはミリペンとの相性は良くはないかなあ,あんまりですね、正直僕の中では、これね、あの、滲んでるようには見えないかもしれないんですけども、僕の中では結構滲みがすごいって言うんですかね。書いてて気持ちよくないんだよね。僕はですね、やっぱり丸マンのスケッチブックね、いつも使ってる。まあ確かに慣れがあるっていうのはあると思うんですけども、ちょっとですね、ミリペンに関してはですね、まあ、丸とまで言わない。三角ぐらいかもしれないです。 僕の中ではね。まあ皆さんからしたらですね、めちゃめちゃ相性いいと思うかもしれないんですけども、正直僕はですね、このボールペンの方が相性良かったなっていう気持ちがございます。まあミリペンね、0.8だからっていうのがあると思うので、ちょっとね、0.1でもね、確かめていこうかなと思います。0.1いきまーす。せーの、よいしょ。こんな感じね。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。あー、でもどうだろうな。ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、僕なりにですね、お花描か,かしていただこうかなと思うんですけども、 まあこういう感じでですね僕ねよくねあの目と間違えられるんですけどもまあこれねお花描いてるんですよねまあこんな感じでお花を描くとちゃんと紙とのですねまあ色のですねまあ表現っていうか色のね伝わり方ははっきりしてるなっていう印象はございますけども僕的にですねなんか滑ってるなっていう感じはしておりますそのインクのね乗り方はいいなと思うんですけどもそのインクのねなんだろう僕のその感触っていうのは気持ちよくないっていうんですかねちょっとね 皆さんに伝わってないかもしれないんですけども正直僕はですねやっぱりマンのスケッチブックねいつも使ってるやつがまあ相性がまあ今のところこっちよりもいいかなっていう感じでございますねまあ値段的にも正直あまり変わらないっていうのでまあ僕はどっちを買うかって言ったらですねやっぱりマンのスケッチブックになってくるかなって思いますでもボールペンに関してはですね僕はマンのスケッチブックよりもこっちの方が相性いいかなと思いますやっぱりボールペンって多分ね紙の材質にもよると思うんですけどでこぼこして ないいい方が相性まあなんかねツルツルしてる紙の方がやっぱりボールペンに関しては書きやすい印象が僕の中ではあるのでこれに関してはですねボールペン画をおすすめする形になったかなと思いますボールペン画の方が描いててですねめちゃくちゃ気持ちがいいですわもう正直ボールペン画はあのー、無印良品のですねスケッチブックをおすすめいたしますでもですねピグマのミリペンとかミリペン系でですね絵を描くペン画って言われて いるものは僕は僕ですすすねね今のののとところでででまままだ、ね、マルマンのスケッッチブックかなと思いますのでそちらをおお勧めしておきますではね、もう今回ね、まあボールペンの方が、まあ相性はいいもののですね、やっぱり僕はピグマのミリペンでですね、よくね、絵を描かせていただくことが多いので、こちらのピグマのミリペンを使ってですね、皆さんと一緒にアートの世界楽しんでいければなと思っております。ぜひですね、無印良品のスケッチブックはですね、ボールペンと一緒にですね、まあ買っていただけると、めちゃくちゃ相性がいいのが伝わってくる では皆さんで一緒にレッツラン無印良品のスケッチブックバイバーインキューでした